チュース。ピースオブケークの翔ちゃんです。りょうくんです。さっさんです。今日も最後までよろしくお願いします。お願いします。今日は毎週日曜日、はい、ゲーム投稿の日、はい、なんですが、今日はですね、はい、カードゲーム、ちょっとボキャブラが必要なゲームなんですけど、ワードスナイパーっていうゲームです。またワード系？ワード系です。はい、そのね、ワードスナイパーっていうのはこちらで、はい、ルールとしては非常に簡単、非常にシンプル、はい、このね、カードがなんかたくさんですよ。背中の方にこの黄色いものって書いてある。で、こっちのね、方にうとか書いてあるんですけど、これを1枚めくります。その時にこっち側の指示が黒いもので目ってあったら目ん玉とかでもいいわけです、うんうん、それで答えた人がこのカードをゲットできる。オッケーです。早い者勝ちです。簡単ですね、うん、最終的にここのポイントが皆さん何点かというの でカードがなくなるまで。オッケーです、はい、まあルール的にはすごい簡単です。はい、はい、あまりにもね、まあスナイパーなんで狙撃が遅い場合、要は答えの遅い場合、はい、敵逃げちゃいますね、はい、そういう場合は次のお題がめくられます。はい、その時に例えばイっていうのが前出てたとして、次にコって出た場合にはどっちでも次のお題に属してれば答えていい。頭文字ね、うん、ただしそれがまた遅かったりした場合にはどんどんめくられていく感じで、答えるのは1個しか答えてないってことですよね。はい、早い者勝ちです。わかりました、はい、ということで本日はワードスナイパーをやってみよう。いやーイエイエイエイ。はい、ということで本編のをご覧ください。どうぞ。はい、それでは準備ができたんで早速やっていきたいと思います。はい、順番決めますか。はい、最初グーじゃんけんぽい。最初グーじゃんけんぽい。ネビーさん、はい、おいらからです。はい、じゃあ行きまーす、はい、あ、大丈夫、あのゲーム前のりょうくんの上徳上徳今日俺がやりましょうか。はい、あなたはどんだけ言葉をスナイプできるか。それでは早速始めていきたいと思います。ゲームオン。ブッシュ、と、はい、東京。ブッシュだよ。ブッシュってどこ？はい、次行きます。はい、はい、学校で使うもの。時計。鉄棒。一回答えたらめくるとかじゃなくて、じゃなくて、あ、そう、出てる分は、はい、おー、いじめですか、これは。いじめじゃないです。行きます。調味料。つゆ。うまいんじゃないですか。ちょ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 、スーって意外とむずい。で、行きます。飲み物。エナジードリンク。出てこんね、これ意外にね。いきます、よーい、ウォザ。うわー、ほぼ同時。最初グーチャケポイ。あいこでしょ。じゃあいきます。物語のタイトル。そ、そうなんだ村のそう、そうだ。なんだっけ。はい、いきます。学校で使うもの。ダン、ソロバン。体育館。じゃあいきます。キッチン。ち、調味料入れ。持ってけ。防災用品。な、な、な、水。な、な、水。な、水って何？な、これナプキンとか。ナプキンでもいるくない？でもそうだね、はい、いいっすか、はい、あざす。いきます。レジャー用品。ね、寝袋。おー、早い。いきます。はい、丸いもの。に、妊婦さん。あ、違うな。腹。腹、それ。日本国旗の赤いところ。丸いも丸いわな。日本国旗は四角じゃないですか。うぃ、ラッキー。国名。わ、ワシントン。ワシントン。あ、国じゃねえな。あ、職業。小細工。小細工じゃない。殺し屋。ダメだろ。ありありありかな。あ、校長先生。わ、わって何？もうダメだな。いきます。はい、和食。はい、わかめ。アジの開き。わかめアジだよね。アジじゃな。よし、いきます。尖ったもの。インドラの箱。違う。えい、ダメ。首都。インド。え、違うわ、首都って違うわ。違う、国名じゃねえわ。うん、ダメじゃん。はい、いきます。県庁所在地だ。いきますよ。はい、茨城。あー、茨城県庁所在地じゃないですか。けけけます。都道府県。あ、都道府県。
く。え、なんで、これ泣くに、これあったら失礼だよ。いや、もう知らねえ。ぐ、ぐんもダメなんですかね、くって。あー、ありやんかな。点々ありなんじゃない、多分ありよ、はい、うん、乗り物、機関車、ローライダー、ありっすか。ケンパー、違う、京浜急行。おぉローライダーは、ローライダーって車のあれになっちゃうんですけど、種類は、あの、いいんじゃない、あ、いいんじゃない、こうなる、あー、いいじゃん。はい、行きます、はい、スイーツ、かぼちゃプリン、はい、おぉ、楽器、楽器、お、さすがに強いぞ。お、オルガン、オルガン、じゃんけん、じゃんけん、え、さすがに早かった、早かったっす、さすがに。歴史人物、あ、俺、これになる、佐々木小次郎。おぉ、行きます、はい、スポーツ、し、し、新体操、あ、すぎや、きます、気持ちを表す言葉、すがすがしい、あ、いいじゃん。目に見えないもの、醤油、見えるな、社長、見えるな、集中力、ありなんですか、集中力は目に見えないもんね、あれ、うん、行きます、お題こちら、何々力、行きます、何々、究極の力、よし。え、オッケーです、いいんじゃない、おい早かった今の。動作を表す言葉、進化、まあまあ進化って、確かに、四字熟語、超でかい巨大ちゃっちゃん。これ、うん、いきます、お題こちら、ことわざ、ダーン、淡々と走る車、白いもの、タンポポの花、タンポ、チョウチョウ、タンポ、チョウチョウ、タンポ、え、でも最初ショートさん合ってたっすよね、タンポポ白っすよね、うん、僕花って言ったんですけど、花黄色じゃないですか、色、いいんじゃない、だってタンポポ、本当、ありがとう。生きるために必要なもの、愛、愛情、生きるために必要なもの、いるでしょ、愛情、よし、水、あ、体の一部、はい、こういうのはもうさ、もう言えない言葉が出てきたんだけど、ありじゃん、はい、冷たいもの、ビール、赤いもの、羊羹、そうでしょ、羊羹、羊羹、動物園の生き物、マントヒヒ、うん、ポッポホトトギス、おい、はい、行きまーす、はい、四角いもの、弁当箱、いや、丸いの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 海の生き物、行きます、じゃん、ゴリラゴンズイ、あー、ゴンズイ、ゴンズイってこういうなんか毒持ってる魚、昆虫、これ強いよ、フナムシ、うん遊具、ピンポン玉、あ、いいんじゃないですか、いいの、行きます、はい、園芸用品、よー、庭のやつですね、うん、バケツ、電化製品、の、ノーベル賞、適当に全部言い過ぎよ温まるもの、海苔の味噌汁、まあいいやん、行きます、はい、柔らかいもの、ユンゴタンプのお腹、湯豆腐柔らかいやん、硬いもの、やかん、あー、柔らかいやん、細長いもの、桃の木、桃の木って細長いの、あ、物差し、あー、物差し、身につけるもの、はい、行きます、ジーパン、おー、いいよさっき答えられた時の弱り方だよ黄色いもの、もうダメだね、電球とかね、黒いもの、え、これ終わり、じゃあ出ないね、はい、はい、じゃあこれで終わりです、はい、得点1、2、3、4、24点、お、お、強いっすよ、30、32点、17点、シンプルだけど面白かったね、そうですね、うん、まあ、勝ったんで面白いですよ、そうだね、あなたの場合、勝ったら面白いよね、はい、あ、最後に残ってたこの2点っていうのもありましたね、あー、それでも追いついてないです、その時は、うん、はい、悪いけど、はい、はい、そうっすね、はい、そうっすね、はい、そうっすね、ふい、いや、でもこれシンプルなカードゲームの割には、そうっすね、頭の回転が必要かもしれません、うん、年齢も問わず知ってる言葉でどんどんできるから、おすすめです、うん、シンプルに面白いです、まあでもこれほんと年齢問わず遊べる感じで、6歳から99歳まで遊べます、100歳は無理らしい、100歳こうやって取りに行こうとしたところ、6歳パーンって、うん、シャーってやられたらやばいでしょ、まあ2人から6人まで、はい、うん、まあこういう時期だからいいんじゃないですかね、 Amazon で売ってますんで、よかったらチェックしてみてください、 Amazon
なんだって。はい、ということで、はい、今日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。次回の動画もぜひご覧ください。はい、それではせーの、チャオ。今回も見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。いいねやコメントもらえたら嬉しいです。保存会の各種情報に関しては下の説明欄に書いてありますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。それではせーの、チャオ。